グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。スペインのバルセロナは、2021-22 シーズンに向けたレシーズン初戦となる、現地時間21日のヒムナ・ティック・タラゴナ戦に向けた招集メンバーを発表した。バルセロナ B 所属の FW、阿部寛葵もトップチームに招集されている。今シーズンのバセロナはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月、両お試し実施中、新シーズンに向けてチーム始動したばかりということもあり、ユーロ2020、欧選手権や、コパアメリカ2021、南米選手権に出場、テイタ選手、東京五輪に出場中の選手などと、プチームの主力の多くが不在。そのため、B チームからも多くの選手が招集を受けている。と、チーム所属の主力選手としては、DF ジェラール・ピケや、MF セルジ・ロベルト、MF ミラレム・ピアニッチなどがメンバー入り。阿部もこれらの選手、チと同じピッチ上でプレーするチャンスとる。これまでバルセロナに加入してからの2年でトップチームの公式戦出場はない阿部だ。非公式試合でのトップチームデビューはすでに経験している。2019年11月には FC カルタヘナとのチリティマッチに後半途中からの出場を果した。バルセロナ B でも度重なる負傷などに悩される時期を過ごしてきたが、今季はチーム始動から参加。スペインでの3年目となるシーンを良い形でスタートさせるため、チャンス生かしてアピールを図りたいところだ。両。